C グループ、ここまでパーフェクトペースの小林歩美がトップ。どこまで続くのか。ゲームは第7フレームへ。天秤が2回続けて残った方ですが、はい、外に出ましたね。やはり天秤が残ってしまった、はい、うまくね、あのラインを少し右側にずらして投げて10番ピンを飛ばしに行ったんですが、はい、天秤タップです。小林ストライク7連続。これありますかね。内容いいですからね。しかも迷いがないというのはね、はい、期待しましょう。一番ですよね。出ました。ここはもう絶対に外してはならないところ。来ました。いやストライクなかなかつながってきませんが、ここも耐えるところですか。耐えるところですかね。いやでもねこれね、ワイルドカードでこう上がりたいですからね、はいはい、坂井美香が235、そして大島愛香が206という。さあ渡辺プロ、こちらが右側に立って出していくのかなっていうところですかね、はい、ここでストライクが来ると寺下に対してもねプレッシャーかけられますからね。さあどうか。ここもやはりおっとビーアクション、ラッキーと言っていいですか。ラッキーでしたね、ちょっと薄めに入ったんですがね、はい、惜しかったですね、ただこれをねなんとか生かしたいですね、はい、渡辺ダブルです。さあいよいよ終盤に入っていきます。第8フレームです。出ました。あっとここも天秤どうか。基本カウントが多いですね。そうですね。そして小林歩美どうだ。8本カウントストライクは7連続で途切れましたが、はい、いや今のも迷いなくいきました。ちょっと力入りましたかね。そうです、少し出てし、膨らんでしまいましたね、ここも落ちました。なんとかこう我慢が続いている印象のある寺下です。あ寺下ボールを変えてくるかな、そのあたり注目ですね、ここ9点で変えてくるとしたら結構勝負ですね。さあ初めての2投目になるが、ここはどうでしょうか。ガーッとしっかりとマークしていきました。ストライクは途切れてもしっかりとスペアを取ってきましたね、はい、さあ渡辺、ストライクが来てる方の17番レーンでの投球、はい、寺下はねあのシリーズチャンピオン決定戦かかってるだけにすごくこれ持ってこられたらプレッシャーになりますよね、はい、そのあたりどうか。さあ渡辺どうか。来たガッツポーズ出ました。ゲームはいよいよクライマックス。